はい、光明池公園でございます。横はよく通ったんやけどね、昔からね。中に入ってくるのは初めてでございます。ね、いつも横の谷の道路を通っとるんでね、こんな上にこんな大きな池があるとはね、ちょっと想像つかなかったね。485線を走ってるとね、あの光明池出てくるんやけどね。ああ、これは大きいね。小さい池を想像してたんやけど、ちょっと失礼いたしました。すごく大きいところでした。これはね、池はこちらの方がどうやら南なのかな。南になるからこの北側にはあるんですね。あの流れの下の建物、あれ何やろな、あれなんとか、なんて言ったかな、こんな広さ、これこんな広さです、この広さすごくひどいですね。ちょっと風が強いんやけどね。駐車場間違ったんでね、向こうのミュージアムかな、なんか分からんけど、こちらの方に行ってみましょうね。ちょっとまだやっぱりね、今日は午前中までダウンしとったんでね、まだ本調子じゃないわね。それでもね、歩き出したらフラフラしてたんやけど、もう治ったな。あば、少し痛いわ。こんなんでございます。なんかずっと歩けそうやけどね、あれ見たらね、その記憶はないね。歩いたら何キロもありそうやな、これ。その記憶はないわ。ここら上がれるか。ここ行けんねや。まあ、ゴミの山やな。これを、右方向です。その先右方向です。これ右位置という駐車禁止。何があったの、50なだとやつもうーんとやられそうやな、やられそうでんな。どれどこかないな、ほらこの辺から左ってどうだと思うよな。そこの方向からやね。光明池がこんなに広いとはね。485を通ってるとね、左に見えますね。池も体育館も見当たらんな。バーベキュー禁止。あれ、何にも見当たらない。池も何にも見当たらないんやけど。あら、あら、何も見当たらへん。この辺なんかなかったかね。ここ橋やったな。ここの橋は。航空写真で見えるんやけどね。今度はこれだろうか。ミュージアムがなかったな。大会やったかな。ミュージアム大会やったかな。
から当たると見えるんちゃうかね。見えんか。あ、ここにあるそこにある案内図が。コミュニティ体育館。全然 反対方向やったね。こちらの方に来てたやな、最初ね。これは広いわ、この池は。ものすごい広いですわ。見たことなかったぞ。ありましたね。反対側でこっちがね、中反対側に来ましたけど、反対側なんかあんのかな。あれが看板がないかね。看板が見当たらんね。ほら、看板が見当たらん。看板が全然見当たらんね。深い道路があるでしょうね、ここずっと。ある道、これがね、この道がね。周回道路があるけど時間かかるけどね。やめとこないといけないな。じゃあ、こしからもう一回帰りましょう。よっしゃ、帰りましょうか。いや、ええね、この木。これも、あと2、30年すると大きな木になるんやろね。ただ根元がね、小さすぎるよね。もうちょっと大きくしてやらんとね、あれ。これ、コンクリの強い。あっちは木山脈か。建物もなかなかね、洒落てます。あそこに行けんねんな。あっこにね。ちょっとあっこに行かなかったけど。こっちから行ったらいけるか、こっちから。よくわからんけどな、あの地図の書き方では。
地図の書き方、だいぶ気温も良くなったけどね、まだちょっと足が なんか雲の上を歩いてるような感じもするね。まだまだやな。明日から店行かないかんのにね。ちょっとね、3日ぐらい横になってるとね、腰が痛くてね。そうやけど、多いな。筋肉に力が入らん。あ、これや。おお、UFO の建物ですわ。これね、これコミュニティ体育館かな、これが。これを最初来る予定やったんやけど、わからんかったね。これです、これです。はい、これでございます。はい、どうぞ。どこら辺の骨。大きいね、こいつは行くんや、ほら。もう電気がついてんの。あ、ここは島になってるような感じになってるね。こんなんだ。あ、電気ついてますね。なんか暗いけど、上半身がついてるね。そこそこ大きいですよ、これは。おお、全然なんかやってる。もう結構広いじゃん、これ。ほら、こういった。おうおう。思ったより広いわ、これ、これ。建物から感じた広さよりも広いね。わー。